生ファラオのデカチャンネル。デカチャンネル。デカチャンネル。柏木さんに連れてきていただきまして、ゆりちゃんと東武動物公園です。東武動物公園。関東最大。東武動物公園。関東最大の。はい。ちょっと最大すぎて。はい。その入って入って。はい。7分ぐらい歩いてるんですけど、歩いてますね。まだ一匹も動物に出会ってません。やばい、これはやばい。あ、やばい。レジーナ2です。あ、レジーナ2。このジェットコースターや。ジェットコースターのことじゃん。え、じゃこれ遊園地や。どっ、やばいやばい、動物が多いよ。動物どこ？前観覧車、左はジェットコースター。なんでなんでなんで。マップとかもらえよ。お前らマジ。こんな動物いないと思わないの。頭悪いで。出迎えの動物、まだ表にいたカバしか見てないですよ。銅像のカバの、カバとウルトラマンの乗り物しか見てない。動物いる？シャチの乗り物。え、マジで遊園地ですよ。じゃあここあかんって。このここやばい。遊園地と、あ、ちょっと動物園やった。ほんまここその。最大級とかやってる。かさ増しえぐいですこれ。コーンフレーク多すぎ。マジで水族館行ってクラゲばっかの 200m みたいな。たまらんって。あ、ほらなんか空中ブランコとか。いやいや、楽しいよな。スペース回転みたいなやつとか。動物園においもしかない。遊園地を来ないと動物園に行かれたこと。遊園地側、動物園側の入り口があったんじゃん。俺ら遊園地入ってもらったから。え、でもジューって書いてあるから。ホワイトタイガー。ほんまか。動物園で1900円で見たことない。はい。え、マジは違うんだけど、遊園地の遊園地のチケットもありましたよ。遊園地のチケットを買ったんじゃん、俺。回数券みたいな。いや、違いますよ。あ、これ、これこれ、大事。これ大事。ホワイトタイガーや、ホワイトタイガー。ホワイトタイガーじゃないですあれ。あれこれめちゃくちゃオスとかじゃないねん。オスとかもないねん。あれ、あ、でも 520m 先見て、私ホワイトタイガー見た。これや、 520m あるからかな。うそやろ、うそやろ。ちょっと時間1kg の半分、時間ないねん。 0.5kg。 汗だくなんですけど、動物見る前に。いや、ちょっとリサーチが甘かったな。ここまで、ここまでとは思わなかった。めっちゃ変、ここ入り口。関東最大やから。え、でもこんなにこんなにいないの。なんかその散りばめた方が良くないですか。最初確かになんかごっちゃにしたら楽しそうなんですね。ああ、ね、動物園は結構ギュッとなってんのかな。あ、でもなるほどね。あ、なるほど。あ、でも これ見てください、このカゴみたいなやつ。みんなこれ乗って動物園までワープしてるんちゃいます。あ、そういうこと。あんま歩くスピードが変わらない。確かに早歩き。絶対やばいよ。わからん。何、白いね。マジで入り口の鯉しか見てへん。鯉と亀と、うん、はい、鯉と亀とウーや。京都で見れる。どこでも見れる。あ、まためっちゃ濃いや。濃いや。ほらめっちゃ濃い。動物園で濃いこんな見ることないんだ。スズメとかな。ハトとかはしゃーないけど、ね。ブレるって。ファション？フードマップ。今どこ今？エビちゃん、ちょっとフードマップ崩れついてるやん。フードマップお前ええねんお前。いや、ほらここにね。さっき動物で山盛りラーメン食ってた。動物マップくれよ。今どここれ？現在地も書いてないじゃん。あーもう向こう520m 先にあんねんから。つくんか、これ見れんのか今日中に動物。どうします、マジ3匹とかやったら切れちゃうよこれで。関東最大なんだ。ただ超いいこれ。俺絶対、あー、すごい。いや普通に満喫はできそうですね、遊園地でも。これ乗りたいな。あ、トウモロコシの匂い。あ、めっちゃいい匂い。ああ、いいな。出店とかって。
音楽は最新音楽だよね。はい、考えたもな。キャンプとかもできんねや。キャンプできんの。僕は眠いですよね。すげえ眠い。ご飯食べちゃったんでね。これ花畑もありますし。本当だ。動物どこ？観覧車。結構やっぱもう休日をギュッとしたみたいな場所やな。そうですけど。マジで一日遊べるものだろうけど。動物園は言ってほしくない。出迎えがなかったもん。いや遊園地って言って動物いたらラッキーで。そういう感じ？確かにね。漫才中に相撲見れたらラッキーみたいなこと。僕らぐらいしかやってない。9番街と生ファローしかやってない。9番もやってんか。いやでも歩いたんちゃう結構。あ、ほら、キリン。あ、キリン。あ、キリンやん。キリンやん。ゾウもいる。ゾウやん。カバやで。カバだ。トッピーや。トッピーだ。トッピーいらん。トッピーいらん。東武動物公園トッピー。垢抜けてない眉毛してるな、トッピー。トッピーすごい眉毛。馬が？花園の。馬がどこですか？ね、で、どこがトラですか？ライオンとか。ここカバーってな、俺ら。俺ここ。こっち行ったらあかんねえ。こっち行ったらもう花しかない。すごい、花動物。やばいやばい。あ、もうちょ動けって動物動けって頼むから。人は多い、人は多い、楽しめるものも多い、ただ動物がゼロ、動いてない。ママもおらん。なんやこの施設。クマさんのカステラ屋。クマさんを見せてくれ。クマさんがおらんのに。まだ。ちょっと天気とかさ。こんなメインひょろいことあります？ホワイトタイガー焼き。奥の奥にすごいメインがあるけど今な、だからな。どう向きに作ってんのこれ。サバンナって書いてます。あれか、あの小屋。いや、サバンナっていうお土産屋さんの可能性あるな。サバンナの下がトイレのマークだから。なんか緑多くなってきましたけど。あ、サバンナ来た。これそうでしょう、絶対この辺からでしょ。あ、ほんまや。うん、動物、動物、動物。これめっちゃいいじゃん。最高。動物と動物で結んでます。動物、動物園、動物園。もう遠すぎて会話もできない。食べ物は山ほどある。食べ物は困らないですよ。あとジェットコースターとか。あ、来た来た。あらあら。あ、くっそー。いいや。嬉しい匂い。来た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 。うわ、来た来た来た。タイガーって書いてんの怖いんで、タイガーだけしかおらん。確かに。動物エリアとかじゃなくて。タイガー、一旦タイガーで。タイガーみたいな。あ、アフリカサバンナって書いてます。あ、フラミンゴや。来た来た、フラミンゴだ。そういうの、そういうの。一発目フラミンゴ。普段見れない動物。フラミンゴ。鯉と亀とウーはええねん。見れんねん、どこでも。あ、ほらほらほら。あ、めっちゃあるじゃん。あ、やっとつけました。あ、ゾウもいますね。やっとつけました。20分ぐらい歩いた。めちゃくちゃある。無事見れました。楽しみます。ありがとうございました。
楽しかったです。楽しかった。めっちゃ動物園でしたね。気づけば、気づけばほんまいろいろおったな。確かによかった。触れたし、カピバラとリスザルが同居してんのも覚えました。マジで平和でしたね。ペリカンにあった。ペリカンね。ペリカン食べないですね、猿。ああ、まあ確かに。確かに、めっちゃ食いそうですね、ここにいるやつ。仲いいんかな、まあ、餌あげてるからな。飼育員にずっとついてってましたね。めっちゃ可愛かった。ただエビちゃんがちょっとヤンキーすぎてはい、なんかヘイヘイヘイ動け、あ、動け使ったりしね。人間止めへんかったらガラス叩いてたもんな。はい、叩かないでって書いてあって、僕らも言ったからと思いました。俺らも言ってやっとやる。ヘイくん、握り拳にして我慢して、動け、こっち来い、こっち来い。ええ、女の子と動物園行ったらその子のなんか性格が分かりますね。いやでも分かる気しますわ。いいなあ動物園。ゾウも可愛かったっすね。ゾウめっちゃいい。私的にカンガルーが一番。あ、カンガルー、カンガルー可愛かったな。リビングくつろぎやったな全員。満足。満足。ただあの動物園としてはちょっとちっちゃかったです。思ったよりな。はい、ゴリラおらんかったし、俺の一番好きな。ただ一日遊びそう。ゴリラもおらんかったし、キリンもおらんかった。確かに。サイもいない。トラもおらんかった。トラもいない。まあその分、まあ、ジャガーとかホワイトタイガーもいました。タイガーおったり。はい、一応このワクワクさせるやつやるんすか。世界観の、はい、大好きこれ。子供たちも可愛かったですね。子供たち可愛かった、うん、めっちゃ可愛い。あのユンボの乗り物、ユンボの乗り物。必死こいて、必死こいて。おじいちゃんおばあちゃんに囲まれて。おばあちゃん可愛すぎてどんどんお金出したの。汗だくでずっとやってましたね。出しちゃうよあれ。納期ギリギリのおっさんやった。教授にここ終わらせない。ちょっとあんな夢中になるもんな。はい。あの子ず、あの子絶対工業界のあの子は将来スワンボートもできて。ずっと並んでますね。ずっと並んでる。一通り見た人たちってこと。最初に乗っとこってこと。来たばっかなんかな。子供一人産んだ。産んでないです。産んだよ。いないよ子供。産んだ。崩れてきてないよ。詳しくなってる。産まないってなってる。あるんや。どんや探してる。純也じゃないよ。作るのは私勇気。あのポニーみたいな子産むやん。ヤンキー、ヤンキーの子供みたいな。全然似合ってない。いやでも来れてよかったですね。はい、巻きてきました。あの東京にはまあこの次にでかい、まあ、まあ関東か、はいはい、ズーラシアありますし、はい、あのリスとゼロ距離ってうまく言ったら肩乗ってくれる井の頭動物公園、すごい自然公園ありますし、まあ、上野もまだ行ってない。行ってないですまだ。上野も行ってない。ちょっと動物園いっぱい行きたいですね。すごいよ。埼玉子供動物公園は、はい、クワッカワラビーがいます。それ普通のワラビーとは違うんですか。はい、あの世界一幸せな動物って言われて、なんか、自然に口角、見た。天敵もおらんからめっちゃかっこいいっていう。かわいい。クワッカワラビーの後ろ。いいっすね。ちょっといろんな動物連れてってください。あ、アズマゲートや。東ゲートですよ。もちろんもちろん東ゲートですよ。カメはええやろ。あれ多分害虫やろ。はい、ありがとうございました。楽しかったです。東武動物園最高。はい、高評価チャンネル登録してくれてもいいんじゃねえか。